にちは、タレンチの柴田です。よろしくお願いします。さあ、万華鏡おうちご飯、やっと回ってまいりました。僕なんですけど、インスタの方でね、ここ1年ほどずっとお料理をあげておりまして、いつ回ってくるのかこの企画がという、ずっとね、ドキドキワクワクしてたんですけど、僕のためにあるような企画なんでね、この企画は、早速ですね、僕の料理の腕前を見せていきたいと思います。今日は、豚とトマトを使いました。豚トマ丼というものをね、作りたいと思います。僕いつもよく作ってるんで、ぜひね、真似してほしい。そして、あ、これ美味しそうだなと思ったらね、ぜひインスタの方、フォローして、応援していただけると助かります。よろしくお願いします。じゃあね、作っていきたいと思います。はい。トマト、切り終えました。切り終えましたら、ここに、フライパンを、温めたいと思います。こちらですね、サラダ油、入れます。こちら、豚バラ肉、半分ほど、炒めます。はい。豚バラの、色が変わってきましたらですね、こちらに、先ほど切ったトマトを投入したいと思います。投入します。ちょっと火が通るまでこちら炒めたいと思います。こんな感じで炒めます。トマトに火が通ってきたなっていうのでね、なればですよ、なればお醤油を大さじ1入れます。お醤油大さじ1入れました。はい、ご飯盛りました。ここにですね、先ほどの豚トマ丼を入れていきたいと思います。ごまとかもかけちゃいましょう。もうごまもう一回かけて、はい、ここにもパセリなんかもねかけちゃいましょう。はい、完成しました。はい、豚トマ丼食べていきたいと思います。いただきます。どうでしょうか。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。こんなに簡単やのに、ほんまにびっくりしますよ、これ。醤油と砂糖入れただけですかね、豚焼いて。トマト入れて。めちゃくちゃ美味しい。じゃあちょっと、ダースベイダーにも聞いてみたいと思います。じゃあ、くれ、くれっていうね、この、あれをしてますから。はい、ちょっと食べさせてみたいと思います。はい。はい、あれ、どうでしょうか。トマトの酸味と豚の脂が絡まってとても美味しいとおっしゃってます、ダースベイダー。ダースベイダーもびっくり。豚トマト、皆様ぜひお試しください。ありがとうございました。バイバイ。